こんにちは今回はダイヤの人生ということで人生に大きな影響を与える一つの大きな要因について話をしたいと思います。ある町に同じ学校を出て同じくらいの能力で見た目も同じような感じで性格も似通った二人の人がいたんですね。そののうち一人、A、さんは 不況や不景気リストラや倒産といった暗い世相の真っただ中を引きこもり閉じこもり無口無表情無関心無感動といった全くつまらない暗く沈んで灰色の人生になってしまっていましたところがもう一人の B さんは毎日がやる気に満ちて 人間に生まれてよかった。生きる喜びいっぱい光り輝く充実した人生を送っていたんですね。この二人は確かに自業自得ではあるんですがでもそんなに能力や性格が違ったのかと言いますとそうでもなかったんですね。どちらかが優等生でどちらかが不良というわけでもなくて。 学校の成績も同じくらいクラスでの目立ち方も同じくらいで性格も似たような性格でしたそんな似た者同士の二人なのに一人は悲惨な人生を送って一人は輝く人生を送ることになってしまったんですねこの分かれ道は一体何だったのか人生を大きく左右する 一つの大きな要因がありますので、それについて、中国の有名な毛母三仙の教えという話を通して考えてみたいと思います。世に言う有名な古代中国の思想家、毛氏には、大変優れたお母さんがあったと言われています。そのお母さんは、周囲の環境が 子供に与える影響が大変大きいことをよく知っておりましたので、3回にわたって引っ越しをしたというのです。最初は墓場のそばに家があったために、子供が葬式ごっこをし始めました。顔に白い布をかぶせたりして遊んでいました。これは教育上よろしくありません。 そこで引っ越しをしてみると、そこは市場で商売人が毎日お金の感情をしていました。そろばん感情で計算高い。そんな子供にしてはならないと。またまた引っ越しをしたところ、今度は学校の近くに家を構えて、心を落ち着けて良い先生と、お互い熱心に学びを分かち合える。 良い友達にも囲まれて、この環境が、子供に大変良い影響を与えました。3回の引っ越しをして、ようやく見つけた、最適な環境の中で、すくすく成長した申しは、世に有名な思想家になったと、言われています。私たちも、友達が話題のドラマを見ていると、自分もそのドラマを見るとか、周りが茶髪なら、 自分も茶髪にしてみるとか、友達の口癖がいつしか自分にも映ってしまうと、あなたって本当に周りに影響されてるねという人があります。人生は選択の連続と言われますように、一体どんな集まりに入って、どんな先生のもとで学んで、どんな友達を持つのか、これは 人生の重要な選択と言えましょう。高校時代にも先生が好きではないから数学を捨てたとか友達が誰も勉強しないから自分もやらないとかみんな大学に行くからとりあえず自分も行っておくという人もあったと思います。逆に周りのみんなが勉強するから自分も同じくらい勉強しなかったら 恥ずかしくていられれないといいとう時ももあったかもしれません。良い監督に学んで良い環境に囲まれているのでモテる以上の力を発揮してオリンピックで金メダルを取れたと喜んでいたオリンピックの金メダリストもありました私たちがどんな先生に学ぶのかどんな友人を持つのかによってその後の人生に 大変な影響を及ぼすこところでこの地球上には炭素というものがありますが英語でカーボンというので化学記号では C と書きます。その炭素がごく普通の温度とごく普通の圧力のもとにありますと黒くて冷たい炭になります。 炭はどこにでもありふれていて触るとあちこちにくっついて黒くなったり汚れたりしますまたとても柔らかくて脆くてすぐに崩れてしまいますこの炭を婚約の記念にと恋人に送るとたちまち嫌われてしまうのではないでしょうかやはり婚約記念にはダイヤをプレゼントしたいものです ダイヤはこの世で最も硬くて美しく輝く大変希少価値のあるものですダイヤモンドの輝きは永遠にラブフォーエバーと言われますこれほど違う炭とダイヤモンドですが驚くことにどちらも同じ炭素でできています炭素に、 摂氏2000度、5万5000気圧を加えるとダイヤモンドになるんですね。炭にしかならなかった炭素が環境を変えることでガラッとダイヤに変わります。ちょうどそれと同じように私たちも同じ能力で同じ見た目で同じ性格であってもどんな友達と出会いどんな先生と出会うのか 一体どんな環境に身を置くのかそれによって人生が大きく変わってしまいますかけがえのない一度きりの人生灰色になってしまうのかダイヤのように輝くのか本当の生きる目的である変わらない幸せとは何かを知ってはっきりさせられる環境を選んでダイヤのように 輝く人生にしていただきたいと思います。